令和3年7月18日、慶明学院グラウンドにて、2021関西中学アメリカンフットボールタッチフットボール選手権、西地区の一戦であります。慶明学院中学校生に伝え、関西学院中学部ファイターズの一戦が行います。試合開始14時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側ホワイト、こちらのユニフォームが関西学院中学校ファイターズ。奥側カラーパープルのユニフォームが慶明学院中学校セインツです。コイントスの選択権は慶明学院。関西学院キックオフ、慶明学院リターンで試合が始まります。プレーナンバー1-1、関西学院キックオフ、キッカー17番。慶明リターナー2番と85番、失礼、10番と85番です。慶明リターン。慶明陣30ヤード付近でゴールデッド。ここから慶明学院の攻撃と変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回で10ヤードを進み、攻撃権を更新するか、相手陣地奥角にある得点エリア、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー 1-2、 慶明学院ファーストダウン10、ボールオンは自陣30ヤード。1回目の攻撃権更新までは10ヤードの前進が必要です。ランニングバック17番、ピッチを受け左オープンへの展開。ゲインはなく約1ヤードロス。タッチした地点までを前進1回とします。次はタッチされた地点から次の攻撃と変わります。慶明学院自陣29ヤードからセカンドダウン11。ここでボールをジャグル。
抑えたのは関西学院、したがって高知高体ターンオーバー、ボールを抑えた方に攻撃権は移ります。したがって関西学院の攻撃と変わります。関西学院相手陣20ヤードからファースト3点。ランディ枠25番ハンドオフを受け左オープン展開、そこから左オフタックル駆け上がり、そのままエンドゾーン飛び込みタッチャー。関西学院6点獲得。関西学院トライ4ポイント。タッチアウトの後のワンプレーです。キックの1点を狙います。キッカー17番。ここではプレーを失敗。したがって6点止まり。関西学院中学校6点。慶応学院中学0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。エンドゾーンに持ち込むタッチダウン、キックによるフィールドゴールの得点です。タッチダウンですと6点、キックですと3点になります。このタッチダウンにはさらにプラスワンプレーされ、この時にエンドゾーンに持ち込むと2点、キックですと1点加点できます。プレーナンバー1-6、関西学院キックオフ。キッカー17番。慶明陣30ヤード付近でボールデッド。慶明学院の攻撃と変わります。慶明学院自陣30ヤードからファーストアンテン。23番ハンドオフから地を突破、約3ヤードのゲイン。慶明学院自陣33ヤードからセカンドダウン7。2回目の攻撃、攻撃に前進獲得には7ヤード必要。ナイスパスだ。ランニング枠17番オプションプレーのピッチを受け左オープン展開、ファーストダウン獲得です。慶明学院自陣44ヤードからファーストダウンで、QB3 番オプションプレーで自らキープ。
原因はほとんどなし、セカンダーに変わります。慶明学院自陣43ヤードからセカンダウン11、パス不成功。クォーターバック3番、プレッシャーから右に流れながらパスを投じましたが、このパスは投げ捨ててパス不成功。サーダウンに変わります。パス失敗ですと元の地点に戻り、次の攻撃と変わります。慶明学院自陣43ヤードからサーダウン11、3回目の攻撃、攻撃権更新には11ヤードの前進が必要。クォーターバック3番、ドロープレーのプレーアクションからパスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクランブル、しかしこれもかわされノーゲイン、フォースダウンと変わります。慶明学院自陣42ヤードからフォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄、陣地挽回を図るプレーです。パンター6番、このパントは関西学院陣35ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判の判断で熱中症対策としてクォーターの半分でタイムアウトを取ることがあります。今季及び前期はコロナ対策で選手全員にマウスシールドを装着されることを義務付けられております。これも踏まえてのウォーターブレイクです。プレーナンバー1の13、関西学院自陣37ヤードからファーストダウンテ、中央へのランプレー、キャリア10番、しかしこれは慶明アジャストし、ほとんどゲインなし、セカンダウンに変わります。関西学院自陣37ヤードからセカンダウンテ、ナイスファースト、ナディアック25番、トスを受け左オープンへのスイープレー、大きく独走しファーストダウン獲得です。
関西学院自陣49ヤードからファーストアンテン。ナニバック10番ハンドオフから中央突破を図りましたが、これはタッチされ約1ヤードロス。関西学院自陣48ヤードからセカンドダウン11。このボールは関西学院が抑えました。ここで負傷者発生です。関西学院自陣43ヤードからサードダウン16。なにわ君15番トスオーケー右オープン展開、しかしフォースダウンに変わります。関西学院自陣47ヤードからフォースダウン12。パントフォーメーションを選択します。パンター17番。このパントはエンドゾーンに入りタッチバック、タッチバックとなり慶明学院自陣20ヤードからの攻撃と変わります。
慶明学院自陣20ヤードからファーストアンテン。中央へのランプレー、ゲインは約1ヤード。慶明学院自陣21ヤードからセカンドダウンライン。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、関西学院中学部6点、慶明学院中学校0点、攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1、第2クォーターを前半、第3、第4クォーターを後半とします。第1、第2の切り替わり、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替えではタイムアウトとポジショニングをリセットして試合を行います。